ははいいさんおはようございます何やらですね、赤津監督がえ若手に複数ポジションをできるようになることを求めるみたいなニュースを見たので、モノもそうかなと思って動画作ってますえ。フェニックスリーグ参戦中の若手に複数ポジションを守らせる方針。できる守備に関しては全て守ってほしい。外野だったら3つのポジションを。 内野だったら4つのポジションを守れた方が、出場のチャンスは広がると意図を明かしたと。<laughs> で、15日から始まる周期練習期間中に調整ができれば、宮崎での実践を指定する予定とのことです。実際のゲームを見,、えー、見られるチャンスなんてなかなかないので見ておきたいとのことなんですけど、 なんか去年も同じようなこと言ってたよな、なんてちょっと思ったんですけど。えなんか言ってましたよね、去年の <laughs> そんな。そんなの思い出しちゃって。まあただねあの、いろんなネガティブの意見も見かけるんですよ。結局さ、いろんなポジションできたところで一線級を守れないんだって、守れなくて、ただの器用貧乏になってしまったら意味ないんじゃないかとかさ、 それとかさ、まあ、去年さ、複数ポジションやらせようとしてさ、大怪我につながったよねみたいな意見とかもあって、まあ、皆さんもいろいろ、皆さん、本当にヤクルトのことみんな好きなんだななんて思ったんですけど、やっぱりね、ある程度の数のポジションはできるようになっていた方が、出場機会は担保しやすいっすよね。もう、それこそさ、 ライオンズの殿崎シューターとかさ、最初外野だったって覚えてる人いるんですかね、うん、アップルレーザー、アップルレーザーとかさ、アップルパンチとかあったの。あの時殿崎くんは、まあ、セカンドに浅村秀人っていう絶対的なプレイヤーがいて、まあそれでも試合に出て打席に立たしたいってことで外野に出てたんですけど、なんかね、やっぱり複数ポジションできた方が、 目が出やすいいかなとは思いますねまあ、皆さんが、皆様がおっしゃる通りに、起用貧乏になったら意味がないっていうね。まあ、内外野全部ポジション守れるみたいなやつは、やめた方がいいんでしょうね。で打力が自信がない選手だったら、内外野全部守れるっていうのも、さあ、出場機会を担保するためにはいいのかもしれませんね。それで 昔のヤマトみたいにさ、外野内野全部守れますみたいだったら、試合に出さ,出させやすいですからね。ヤマトは昔そうでしたからね。ヤマトが外野守ってたことあの知ってる人いるんでしょうかね。センター、セカンド、ショード、サード、いろんなとこ守ってましたね。で、怪我に、去年さ、長岡がサード守ってて、サワ井がレフト守ってて、怪我があったんですけど、あれって、 あの複数ポジション守らしたことの弊害じゃないと思いますけどね。どちらかっていうと、フライが上がった時に声掛けですよね。ガーリーガーリーでどっちが取るかとかのそういう優先権を徹底的にちゃんと周知させてなかったガイア守備走塁コーチの方の問題なのかなと思いました。あまあ、まあ普通はあのガイアの方が優先権あったりするんですけど、 それで、あの、上が、フライがここに上がった時はどっちが優先するとか、そういう、えー、あの、よくさ、工事現場とかで仕事してる人ってさ、修行する前にさ、まあ、仕事始める前にさ、ヒアリーハットは注意しようみたいな、朝の懲戒みたいにやるじゃないですか。そういうのをやってなかった、あのチームの編成ってあ、チームの編成っていうかさ、主導、首脳人たちの問題なのかなとは僕は思いました。 あのやっぱ複数ポジション守れた方がな、編成はしやすくなるよね。で、これも事実なんですけど、めちゃくちゃ打てる選手だったら、複数ポジションは求められませんね。<laughs> そう、めちゃくちゃ打てるんだったら求められない。その選手がとっても打てるっていうんだったら、あの、周東右京みたいにさ、外野、セカンド、外野、内野両方できるようになってくださいみたいなのはないですね。 村上みたいに打てるんだったらあの、いろんなポジションできないのは求められないな。ただ、その村上もさ、実はユーティリティだってみんな知ってますかファーストとサード守れるってことで。まあ、そんな彼もね、ファーストができたからっていうので、打席を与えてもらえたってのはありますかねサード守備最初や、打てるんだけど、サード守備が最初やばすぎて、じゃあどうすっぺかってなった時に、 サードしかできませんだったら彼戸田に落とされてたのよ。ピッチャーにも仕事があるから生活がかかってるからなって言って落とされちゃって。ある程度ファースト守れたからじゃあしばらく打席は与えぬけど守備はファーストで何とかするかみたいな。そういうのがありましたかね。なんか懐かしいですね。村上が岡本和馬のファーストミットもら、もらいに行ったりしたのね。 まあ、あの現状の若手は頑張ってもらいたいですね。特に内野はショート、長岡秀樹、サード、えー、村上、ファースト、オスナ、そしてセカンドは山田優先ってなっちゃってるから、どうしてもチャンスつかみたいんだったら、もう、センターをちゃんと守れるとか、あのそういうところから攻めていった方が、可能性は高くなりますからね、何にせよ。 若手たちに、ヤングスワローズに頑張ってほしいなと思います。では、失礼します。